ポッキーなめるとプリッツに、大島ゆかり、松田優姫らが、チョコ先食べ、告白。フジテレビ出身のフリーアナ大島ゆかり、40、らが23日、MC を務める生情報番組、5時に夢中、東京 MX で、チョコ菓子の独特な食べ方を明かした。 カレーを混ぜて食べる夫が嫌というネット記事についての話題で、チョコ菓子のチョコ部分だけを先に食べてから食べるのはどうかという話に。水曜メンバーのタレント、松田祐姫が、アーモンドチョコでそれをやると言い出し、大島は、あとポッキーとか、と続けた。別の曜日メンバー、タレントのヒコロヒーが、ポッキー舐めると驚くと、 黒船特派員の小原ブラスは、舐めるで。プリッツになる、とジェスチャー付きで説明した。大島は、私も同じです。歯でいい感じに加減でこそげ落としてから、と告白。キットカットも周りのチョコ食べてから。だそうで、ポッキーの逆でプレッツェルの穴の中にチョコが詰まったトッポは、周りのサクサク食べてからだそう。 ただやるのは人前ではなく一人の時で楽屋でいつもやってます。パートナーがいる時はパートナーが帰ってから一人でやりますとのことだ。